トロリーケース伸縮できる取っ手を伸ばした状態トロリーバッグはそこに車輪がついたカバンである。日本では擬音からコロコロゴロゴロカラカラとも続称する。英語圏では車輪がついたソフトケースを次のように呼ぶ。ラゲージはやや格式ばった言い方であり、さらに正式にはトラベルトロリーラゲージのようになる。時と場合にも夜がおおむね単にラゲージや単に トラベルバッグでも通じる。単にスーツケースという場合、車輪のないものも含まれうる。カバン部分がスーツケース型のものをトロリーケースとも呼ぶ。日本ではキャリーケース、キャリーバッグ、キャスターバッグとも呼ぶが和製英語であり、英語圏では単なるカバンや買い物袋を意味する。車輪は底の四隅についているか、一辺の二隅にのみついている。二輪のものは 車輪が下に来る向きに傾けて使う。傾けた側に立ち、カバンに向かって後ろから押すか、反対側を向いて前に引く。四輪のものは、傾けて二輪だけを地面につけて、同様に使うか、カバンを成立させて四輪とも地面につけカバンを体の横構えで押す。押したり引いたりしやすいよう、取っ手や持ち手がついているものが多い。 特に最近の製品は伸縮できる取っ手が付いていることが多いが、その分確実に重量と内容積が犠牲になる。引っ張るための紐を付けられるものもある。手持ちカバンの中には、キャリーバッグの取っ手に固定するための、キャリーサポーターを備えるものがある。AB、チェック、キャリーバッグに、ご注意エスカレーターで、落下急増、体に寄せて持って、毎日新聞、 2014年8月13日閲覧、ありがとうございます。